はい、こんにちは。トリマーのチャワです。今回はプードルさんの、足の、バリカンでのカットを、やっていこうかなと、思います。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。で、今回はね、いつも、僕の場合はですね、いつもハサミで、足は切る、体はバリカン、足はハサミっていうことが、多いんですけれども、足もバリカンでいく、カットのスタイルですね。やっていこうと思います。で、今回は、アタッチメントを、こういったアタッチメントを使った、バリカンの方法というか、バリカンを使って、やっていこうと思います。で、これは 10mm なんですけれど、バリカンのメリットですね。メリットはですね、ほぼ、誰がやっても同じ長さにできるっていうのが、一つのメリット。になっていると思います。で、早速かけていくとですね、一回ざっくりかけちゃったので、あまり取れないんですが、足に沿ってかけていくと、これだけで、大体のラインが出来上がってしまいますというところが一番のメリットじゃないかなと思います。で、もちろんこの、歯の間にこの筋みたいなね、腱のところが入っちゃうと、もちろん怪我のリスクとかもちろんあるので気をつけていただきたいんですけれど、アタッチメントのタイプのメリットとしては、中身、このバリカンのこの歯の内側は1ミリとかの長さになっているので、かけた時にね、例えばこういう剣のところに、この間が入ってしまっても、いきなり切れるっていうことがないのが一応このアタッチメントタイプのメリットだと僕は思っています。で、こういうね、本体がミリ数変わってますっていうものをかけていった場合、これ自体でね、切れてしまうので、もちろん怪我のリスクは高いんですけど、バリカンの方の、まあ、メリットとしては、これだと、こういう、見えるかな？バリカンの線というのかな？が、ちょっと残りやすいんですよね。簡単に説明すると、ここで、押し込んでしまうというか、もちろん肛門の役割をしていると思うんですけど、押し込んでしまうので、潰してしまっている部分っていうのが、どうしても存在してしまうので、最終的には、こうやって、まあもちろん全部、他のバリカンやってもチッピングするんですけど、で出してあげたときに、バリカンかけた直後は、やっぱりこう、線が入りやすいっていうのが、アタッチメントのデメリットじゃないかなと、で、僕の場合は6ミリと8ミリは、足短くするときに使っていて、それより気持ち長いのっていうときに、10ミリとか13ミリを、使っているんですけど、僕の中での一番のメリットは、やっぱり短く、ある程度短く、ハサミで切るよりも短くしたいけど、8ミリとか6ミリよりは長くしたいっていうときに、アタッチメントを使うように、今はしています。で、僕個人的な感覚というか、個人的な好みで、足のバリカンあんまりやらないんですけど、それはなぜかというと、もう足首、このラインがあまり僕は好きじゃなくてですね、ここがね、こう、まっすぐつながってる方が、僕個人的には好きなので、なのであんまりこう、バリカンは使わないと。前側のね、この足首が出るっていうのはね、僕はあんまり好きじゃないので、ね、こっちもこう、どうしてもこう当てると、まっすぐ切るじゃないですか。ね、そうすると、この足首の、ここの、足首の部分は、ここのラインで切るので、手をつくとね、ここで短く、なってしまうので、個人的にはこれがあんまり好きではないんですけど、で、まあ短くはね、やっぱり一番ここが太く見えやすいところなので、まあ、短くさっぱり
見えるというところではね、メリットなんじゃないかなと、思っております。で、あとは、切った後にですね、軽く立ち上げるなり、まあ、下ろすなり、まあ、どちらでもいいんですけど、ちょっとこう、ふわふわっと出た部分を、チッピングして、形を整えてあげることができれば、誰でも簡単にカットができますっていうのがバリカンカットのメリットじゃないかなと思いますので、まあ、使い分けをねうまくしていただけるのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は足のバリカンのお話をちょっと、させていただきました。はい。まあ、バリカンの方がね、ハサミで切るより圧倒的に時間はかからないので、時短という意味では、ものすごく、メリットの大きい作業だと思いますので、もしね、短い、でも、ハサミで短くするのって結構大変だったりするので、長さ調整とかね、そこには、一回ね、飼い主さんと、バリカンでちょっと、長いバリカンがあるので、ちょっとやってみてもいいですかみたいな形で、ちょっとご案内してみて、チャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと、思います。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。